前回もね、前回からの続きです。前回はまあガラス何枚も割りました。どうにかこうにかね、ケースまあうまく復活させることができました。ガラスをね、綺麗に拭いて、そしていよいよ今日は完成まで持っていこうと思います。早速ね、組んでいきましょう。でムーブメントはもうすでに組んであります。まあ前々回ぐらいかな、組みました。ほら、それをね、きっちり保管しといて、でこれをね、ケースに入れていくだけです。まあそれだけ。そう、まあ何分小さいのでね、このなんていうのかな、その作業っていうのはものすごく細かくなりますんで気をつけてください。そしてこのケースにムーブメントを入れる際にも、そのケースクランプだとかっていうものがねありますから、それもまた小さいからね、すごくこのなんていうのかな、神経を使うサイズになります。やっぱレジスサイズ小さいね。ってことでね、完成まで一気に駆け足で見ていきましょう。Drove down to Abyss.
ってことでね、始めてた長々やってたねレディースウォッチのカスタム、まあ本当はセイコーオートマチックお礼用のやつが欲しかったんだけど、まあね、もう見ずに入札してたら買っちゃったっていうね。これね、こんなに小さいで、これでこれ、ね、なんでそれでもね、きっちりカスタムできて、切り貝とね、あとは巻き絵、金箔だね、金箔を利用して綺麗に仕上がりました、本当に。でまあレディースウォッチやってみて、やはりそのサイズの小ささってやはりものすごく小さいです。でね、インデックスはやはりなくしました。インデックスがあるとやはり文字盤が小さいですから、インデックスが邪魔になるね。つけることによってうるさくなる、文字盤の大きさが小さいからね。だからインデックスは外しましたが、セイコーのロゴだけはどうしても入れたくて、なんとかどうにかこうにかここに小さくね、見えないぐらいで、本当に見えるかな、見えないでしょ。このね、巻き絵の金箔とね一体になってね、セイコーのねロゴがね浮き出てます。これがねどうしてもやりたかった。インデックスは入れなくてもセイコーのロゴだけはどうしても入れたかったんです。ってことでね、長々やってました。まあ難しかった。レンズは何回も壊したな。 3,4 枚割りました。結局最後ね、エポキシでつけたっていうね、そんな荒技でしたけどね。どうにかこうにか完成しました。これにてね、このセイコーレディースウォッチのカスタム編、これはね終了です。このプロジェクトはね、1個のプロジェクトが終了しました。次もやっぱりね、このレディースウォッチのこのセイコーとかね、シチズンだとか、そういったもののちょっと高いやつのジャンクがあれば、またやっていきたいなと思います。ちょっとね、やってみてね、やはりこの小ささの中にこの宇宙を詰め込むみたいなようなイメージが結構あってね、楽しかったです。楽しかった。なのでね、次回もね、なんかいいのが見つければまたこのプロジェクトやっていきますね。1個のプロジェクト終了しました。長々お付き合いありがとうございました。綺麗な時計になりましたわ。まあ多分これはね、通信にあげます。俺やれないから。ってことでね、長々お付き合いありがとうございました。1個のプロジェクトがね終了して、こういった形になりましたんでね、次もまたいいジャンク見つければね、こうやってやっていきたいと思いますね。次回の動画楽しみにしておいてください。本日もありがとうございました。Thank you.